할렐루야! 사랑하는 성도님들, 우리의 오늘도 마음과 뜻과 정성을 다하고자 아버지 하나님 전인 이곳으로 나오셨습니다. 이렇게 항상 온전한 주인 성수하며 아버지 하나님을 첫째로 사랑하고 영광 돌릴 수 있도록 우리 사랑하는 목자님께서는 진리로 선과 사랑으로만 가르쳐 주셨습니다. 오늘도 우리의 마음과 뜻과 정성을 다해 아버지 하나님께 찬양하길 원합니다. 함께 내 목숨 아깝지 않네 찬양드립니다. 우리
죽음 앞에서도 담담하게 이어서 최근 모 방송 보도에 대한 만민중앙성결교회의 입장과 표명하는 특별 행사를 갖겠습니다. 다 함께 행사를 위해서 주여 한번 부르시고 기도하시겠습니다. 주여! 아버지 하나님 감사합니다. 우리 재단에서 우리가 항상 들어왔던 말씀은 선과 사랑이었고 진리만을 가르쳐 주셨습니다. 우리 목자님께서 이와 같이 아버지를 사랑하시며 항상 아버지 하나님께만 영광 돌려오셨습니다. 우리는 목자님의 삶을 보았기에 목자님께서 행하심을 보았기에 우리가 또 믿음이 되어줄 수 있었습니다. 아버지 하나님께서 이 시간도 함께하여 주시어서 마음껏 아버지 기뻐 받으시고 우리 성도님들이 하나가 되어줄 수 있는 복된 시간 되어질 수 있도록 아버지께서 역사하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 할렐루야. 할렐루야. 우리 모든 성도님들은 자리에서 일어나 주시기 바랍니다. 지금부터 우리의 입장을 표명하겠습니다. 최근 모 방송의 만민중앙교회와 단염에 대한 보도는 모두 사실 무근이며 허위임을 분명히 밝힙니다. 만민중앙성결교회는 예수 그리스도의 이름으로 창조주 하나님의 분명한 증거를 보이며 성결의 오중 복음으로 수많은 영혼을 깨우고 구원하는 교회입니다. 첫째, 당연님께서는 하나님을 첫째로 사랑하여 성결하라 가르치셨고 친히 성결된 삶을 살아오셨습니다. 둘째, 요한일서 3장 18절 행함과 진실함으로 하라 말씀하신 대로 당회장님께서는 매월 1천여 가정에 구제를 하시고 수많은 학생들에게 장학금을 지급하며 주님의 사랑을 몸소 실천해 오셨습니다. 셋째, 시편 62편 11절 권능은 하나님께 속하였다 말씀하신 대로 다니엘께서는 하나님이 함께 하시는 증거로 지금도 수많은 기사와 표적을 행하고 계십니다. 넷째,
아모스 3장 7절 주 여호와께서는 자기의 비밀을 그 종 선지자들에게 보이지 아니하시고는 결코 행하심이 없으시리라 말씀하신 대로 당회장님께서는 수년 전부터 남북 화해의 관계를 예언해 오셨고 지금 그대로 이루어지고 있습니다. 또한 수백여 세터민에게 잘 정착할 수 있도록 구제하고 계신 분이십니다. 따라서 빛이 어둠을 물리치듯 만민중앙선결교회 전 성도는 당회장님의 성결의 말씀을 따라 성결을 이루며 세상의 빛과 소금이 되어 어두운 세상을 밝히고 아버지 하나님의 뜻과 섭리를 반드시 이룰 것입니다. 아멘. 2018년 4월 29일 예수교 연합 성결회 만민중앙교회 전성도 일동. 다음은 애국 편파 방송 중단과 공정 보도 촉구를 위한 우리의 분명한 입장을 힘찬 구호로 다 같이 외치겠습니다. 제가 먼저 선창하면 성도님들께서는 뒷부분만 삼창해 주시면 됩니다. 하나, 거짓 증언 즉각 중단하라! 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 하나, 사실과 진실만을 보도하라! 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 우리 만민은 끝까지 선으로 승리한다! 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 사랑하는 성도님들, 우리 모두의 마음을 담아 사랑하는 당회장님께 고백하는 시간을 갖겠습니다. 제가 사랑하는 목자님 불러드리면 다 함께 힘내세요, 사랑합니다 하시겠습니다. 사랑하는 당회장님, 힘내세요, 사랑합니다. 다 같이 교회와 당회장님을 위해서 기도하시겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 참으로 저희들에게 생명의 목자, 사랑의 목자를 보내주시고 아버지 하나님의 주신 모든 말씀대로 오직 아멘과 예로 순종하는 아름다운 제단이 되게 해주심에 감사합니다. 오늘도 살아계셔서 참 마음과 온전한 믿음으로 수많은 영혼들을 인도하시는 사랑하는 목자님을 저희 가운데 보내주심에 감사합니다. 이 말씀을 온전히 실천함으로 아버지가 살아계심을 무수한 증거로 기사와 표적으로 역사해 주시오니 너무나 감사합니다. 아버지 하나님, 저희 재단을 통하여 우리의 목자님을 통하여 마음껏 영광받아 주옵소서. 감사하며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 사랑하는 성도님들, 광고 한 가지 드리겠습니다. 지금 사용하신 피켓은 모으셔서 옆줄 통로에 놓으시면 만민봉사대에서 회수하오니 협조를 부탁드립니다. 다시 한번 읽어드리겠습니다. 지금 사용하신 피켓은 모으셔서 옆줄 통로에 놓으시면 만민봉사대에서 회수하오니 협조를 부탁드립니다. 기획실에서 광고 주셨습니다. 성도님들, 만민은 승리합니다. 아버지 하나님의 말씀과 같이 악에게 지지 않고 선으로 이기라 하셨습니다. 선으로 대응만이 아니라 선으로 우리 만민은 이길 것입니다. 만민을 통하여 크게 영광 받으실 아버지 하나님께 다시 한번 모든 감사와 영광 올려드립니다. 아버지 하나님 감사합니다. 우리의 감사한 마음을 담아서, 우리의 진한 마음을 담아서 다시 한번 제자들 함께 찬양드립니다. 주님의 제자들 주께서 가신 길을
사세르 파와 카이사세르 파와 만민 삼비 루크방 스스메 데스 루크방 스스메 데스 스스메 아버지 하나님
万民を通して英語をお受けください。私たちは牧者の愛によって変えられた美しい身となりました。父の身、主の身、とても美しいです。美しい身を通して栄光をお受けになる父なる神様に感謝します。今日恵みを受けるために、임화경先生のために祈ります。지금도산상에서우리를위하여영혼들과오직아버지나라를위하여기도하시는사랑하는목자님을대신하여임화경목사님말씀증거하십니다말씀을통하여서우리성도님들께큰은혜와감동으로함께하여주옵소서아버지이시간도크신은혜와사랑으로함께해주실것을믿으며감사드리며우리주예수그리스도를모르기도하옵나이다祈ります。アーメン。ただいまより黙祷によって主日夕方礼拝をお捧げいたします。主がことごとく私に良くしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようか。アーメン。韓日参照歌502番を賛美します。502番です。대산을넘어험곡에가도빛가운데로걸어가면주께서
세상에 불러 영원히 주를 찬양하리. 광명한 금이 마음에 받아 명랑한 천국 바라보고 할렐루야를 힘차게 불러 날마다 빛에 성으로 몇 가지 기도하시겠습니다. 고 이슈니 이노리마스. 먼저 노가이조 선생님의 타메니 이노리마스. 할렐루야. 아이노 치츠넬 카미사마. 주노 오이나루 메그미 또하이니 감사하시마스. 와이르노 토키. 스미가 하비코테이르 구노 요노 나카데 젠가 젠토와 나니까 신리토와 나니까 코코로카라 사토루 요니 미치비카레 목자가 오라레테 토테모 감사하시마스. 또 한 걸음 한 걸음을 나아감에 있어서 아들 사치가 입보 입보 스승데이르 듣기 타다 생모때 아이오모때 맞대 쿠다사타 복시아가 있다노데 아들 사치가 코노요니 가이라리마시타 감사하시마스. 이마모 아들 사치요 이다이테 도시따라 모토 생모때 아이오모때 이케루카 이다이테 쿠다사르 복시아가 오라레마스. 저노 아이니 요때 私たちが誠の身として結ばれるように導いてください。美しい身として結ばれて父に喜ばれる万民になるように助けてください。父なる神様感謝します。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。阿南聖殿大聖殿建築のために祈ります。ハレルヤ。愛の父なる神様、その大いなる愛と恵みに感謝します。終わりの時阿南聖殿大聖殿建築ができるように導かれ感謝します。愛する父は私たちを待ちに待ってくださいました。肉的な美しい聖殿ではなく、私心の聖殿、心が変えられて美しく建てられる聖殿を望まれたので、私たちが変えられることを待ってくださいました。私たちが速やかに変えられて御霊の人、全く聖なる者とされる人がたくさん出るように導いてください。父なる神様、この聖殿のために労苦している働き人に無知恵を与えてくださり、父の一つも誤差もない摂理が成し遂げられますように、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。メッセージを取り継ぐインハギョン先生と恵みを受けるために祈ってから、ジョン・ジュンギ長老が会費を代表して祈ります。ハレルヤ。父なる神様、感謝します。今日は愛する牧者の代わりにインハギョン先生が深み神にこぎ出して網を下ろしなさいというメッセージを取り継ぎます。痛に感じて火のようなメッセージを取り継ぐように支えてください。そのメッセージを通して私たちには命となる時間になりますように感謝します。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。만민이가는길에오직그가하시나니그가우리를단련하신후에는우리가정금같이나오리라。할렐루야。사랑내라렸다토끼와다시다지가증긴노요니데테키마스스나루카미사마감사하시마스다이레이하이오토시테메구미와데테쿠다사리이유가타레이하이모레이토마코토니요테레이하이오사사기루요니미치비테쿠다사이감사하시마스보이사성령님을우리에게주지가노아이오토시테
主の愛を感じるように導かれ感謝します。また助け主を通して聖霊様に助けられて変えられるように導かれ感謝します。終わりの時、罪と悪がはびこっていて自分だけを愛する、悪を起こしていながらも悪と知らない、そのような世を生きています。でも牧者に襲われて真理を通して私たちは闇から光に出て、また病気から癒されて、家庭が幸せになって、このように幸せになりました。聖書ではダニエルもそうでした。ダニエルを殺そうと悪を起こすことを見ます。でも善の反転を通して神様の栄光を表しました。アブラハムもそうでした。終わりの時まで待ってくださって、終わりの時まで見つめておられます。私たちは終わりの時まで揺り動かないで信仰を守って、祝福されるように守ってください。夕方礼拝は임하경先生が深みにこぎ出して網を下ろしなさいというメッセージを取り継ぎます。御霊に関してメッセージを取り継ぐように支えてください。司会なさる김창민先生も支えてください。シャロム聖歌隊と西オーケストラの賛美を通しても喜んでお受けください。 GCN の放送とインターネットを通して礼拝を捧げている全世界全国の生徒の皆さんにも本聖殿と同じ恵みを与えてください。感謝します。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。聖書を拝読します。ルカの福音書5章3節から7節までです。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。話が終わるとシモンに、深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンは答えていた。先生、私は夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになった。7節までです。シャロム聖歌隊と西オーケストラが賛美を捧げます。十字架の強者、
특송이 있습니다. 特別賛美です. Glory Worship Team です。 芸能以外のワーシップチームでいろんなジャンルの舞踊とワーシップで栄光を返しているチームです。スミット悪がはびこている終わりの時、多くの魂が救われるように、神様の誠の子供になるように導かれる牧者の空間の運営を旗で表現しました。空間2아버지하나님께영광돌려주시겠습니다모이지도에고가이시마스사랑이라네
17時18分、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 17時18
と西オーケストラの演奏ありがとうございます。グローリーワーシップチーム、グローリーワーシップチームの特別賛美とアンコールありがとうございます。ローマ서8장18절에생각한데현재고난은今の苦しみは将来私たちに現れる栄光と比べられないとローマ8の17にあります。ローマ8-28に神を愛する者、その御心の通りに召された者には全てが働いて益となると言われています。今本教会は神様に栄光を開始するためのたとい家庭にいます。エジプトから連れ出された民がエリコの町を6回回った後、そして7日目は7回回った時にその町が崩れました。私たちも善の反逆転で勝利するでしょう。私たちは必ず勝ち、善そのものである神様に栄光を開始するようになるでしょう。アーメン。アーメン。イエス様が2000年前、罪があったので十字架につけられたのではありません。人類を贖うために死なれ、罪がなかったのでよみがえられました。ですから牧者と万民はよみがえりの実として結ばれるようになるでしょう。ハレルヤ。愛する生徒の皆さん、人はいくら自分が努力しても成功できない時に挫折してしまう場合がよくあります。しかし神様を信じる人にはその時が神様から強くされる良いチャンスでもあります。本文に出てくるシモンがそうでした。シモンとはペテロの元の名前です。漁師として魚を取ることが仕事だったので、イエス様に出会ったその日も魚を取りに出かけました。夜通し働きましたが何一つ取れず、陸地に戻ってきて網を整理しました。漁師にとってこのような時が一番つらいでしょう。思い通り魚を取ったなら幸せだったでしょう。しかし夜通し働いても何も取れず、網を片付けている時はとても疲れていたでしょう。一度網を下ろして引き上げることは簡単なことではないからです。また暮らしの余裕がないのに何も取れなかった、どうすればいいのかと思って心が重かったでしょう。その時そこにイエス様は来られ、シモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた後、船から群衆を教えられました。参考に申し上げますと、イスラエルのガリラヤの湖畔には丘のような高いところがたくさんあります。イエス様はマイクやスピーカーのない時代だったので、大勢の人にお言葉を伝えるためにこのような地形と風を活用されました。イエス様が船で教えられると、向こう側の湖の周辺に座っている人に声がよく伝わりました。このようにシモンの持ち船で教えられたイエス様は、船を提供してくれたシモンに祝福したいと思われました。
その多くの軍勢は多くの恵みを受けたのです。それでイエス様は深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われました。結果的に彼はその言葉に従いたくさんの魚を取りました。今日は2005年11月27日道会長先生が伝えてくださった深みにこぎ出して網を下ろしなさいというメッセージに基づいて私たちが得られる霊的な教訓何かをお伝えします。愛する生徒の皆さん、深みにこぎ出して網を下ろしなさいという御言葉を通して得られる教訓第一は、巻いて借り入れる祝福の秘訣です。序論で申し上げたようにシモンは夜通し働きましたが何一つ取れなくて絶望的な状況でした。そうであるにもかかわらずイエス様が自分の持ち船を使うように使いました。全く魚が取れなかったので彼はどんなに疲れていたでしょうか。空腹で家族の生計も心配したでしょう。とても疲れていたシモンにイエス様は船を陸から少し漕ぎ出すように頼まれました。この時彼はイエス様についてのいい噂を信じていたのでその通り聞き従いました。イエス様は神の言葉を教えるだけでなく多くの病人を癒されて悪霊を追い出すお方であることを信じたのです。彼は自分が直接体験したことはありませんでしたが人々から聞いた良き知らせを信じました。このように信仰によって自分の持ち船をお貸ししたシモンにイエス様は祝福のお言葉をくださいました。たくさんの魚が取れる方法を御言葉で教えてくださったのです。このように神様に祝福されるためにはまず神の御前に巻く行いと真心が必要です。絶望的な状況で何も持っているものがなくても巻けば種を巻けばその借り入れをする霊の世界の法則に従って最小限の信仰の種を巻いてこそ祝福の道が開かれるということです。牧者もこのような法則を適用して初心の者の時から熱心に巻いてきたと言われました。信じたのでそう行い今もそのように行っておられます。力を尽くして行った牧者に神様は100倍以上の祝福をくださり、それでカナン聖殿大聖殿の建築を建て上げ韓国キリスト教の世界での活発な働きや海外宣教を大いに実現するようにされると言われました。巻いて借り流祝福の秘訣の別の例として預言者エリアが活動していた時代のサレパテヤモメがいます。北イスラエルが偶像礼拝のゆえひどい日照りがあったとき神様はエリアをシャレパテに行かせました。第1列王記17の8から9にすると彼に次のような主の言葉があった。さあシトンのシャレパテに行きそこに住め、見よ私はそこの一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしているとあります。つまりシトンのシャレパテのあるヤモメを通してエリアを養うようにするという意味なのです。シャレパテという町の門に着くと一人のヤモメが焚き木を拾い集めている姿を見て神様が備えてくださった人であることを彼は知りました。彼女に声をかけて水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてくださいと言いました。ひどい日照りのゆえ水が大切な時期なのに嫌がることなく彼女は水を取りに行こうとしました。すると彼は彼女を呼んで一口のパンも持ってきてくださいと頼みました。水を求めただけでなくパンまで持ってきてくれるように頼むことですからずうずうしいと思われるかもしれません。このような状況で彼女の反応はどうだったでしょうか。まず彼女はあなたの神主は生きておられますと言いました。エリアは神が共におられる方であることを分かっていたのです。しかし彼女はとても貧しい立場だったので最後に残っている一握りの粉とほんの少しの油で私と私の息子のためにそれを調理し食べて死のうとしていると言いました。エリアがヤモメに求めたのは命のような大切な彼女の糧でした。そしてヤモメの事情を聞いた彼は意外なことを言いました。第一列王記17の13から14にエリアは彼女に言った。恐れてはいけません。言ってあなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のためにそれで
小さなパン菓子を作り、その私のところに持ってきなさい。それから後にあなたとあなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神主がこう仰せられるからです。主が地の上に雨を降らせる日まではその亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならないとあります。このように相手の最後の過程を求めることは人間的には到底できない頼みです。しかしエリアはいくらやもめの現実が苦しくても創造主なる神様を信じました。命のように大切な過程を巻いた時に祝福が望むという真理を知っていました。そうだったので彼女が祝福される器を備えるように頼んだのです。彼女は異邦人です。預言者エリアが印と不思議を行うのを直接見たこともありませんでした。しかし良い心を持っていたのでエリアが神の人であることを見分けました。それで預言者エリアの言葉の通り信じて直ちに聞き従ってパンを作りました。もし彼女の心にわずかな疑いや欲があったなら決して聞き従えなかったでしょう。しかし彼女は預言者エリアを信じただけでなく、相手のために自分を犠牲にして施せる良い心があったので聞き従いました。第一列王記17:15-16に彼女は言ってエリアの言葉の通りにした。彼女と彼および彼女の家族も長い間それを食べた。エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず壺の油はなくならなかったとあります。預言者エリアの言葉の通り、そのヤモメに驚くべき出来事が起こりました。彼女の家族が長い間食べても粉は尽きず油はなくならない御業が起こったのです。ここで長い間とは数日間食べたという意味ではなく、日照りが終わる時までパンを作って食べたという意味です。ほとんどなくなった粉は尽きず油は日照りが終わる時までなくならなかったということです。これは創造主なる神様だけが施せる無から有が創造される神の力ある御業なのです。このような聖書にある祝福された事例を見て、ほんの少しの粉と油をまくことを私もできると思うかもしれません。それは十分私もできると告白できるでしょう。しかしこの状況を詳しく見ると、このヤモメの糧であるほんの少しの粉とわずかな油はとても大きな信仰の種なのです。わずかなものではありませんでした。それは彼女にとって命のようなものだったので、大きなダイヤモンドをくれるとしても引き換えられないものでした。死ぬとダイヤモンドは何の役にも立たないからです。このような状況でエリアが神の御心を伝えた時、シャレパテのヤモメは預言者エリアを信じました。そして神様を信じたのです。神様は無から有を創造なさいました。神の御業を引き下ろすためには、必ず人の方から信仰を見せなければなりません。このように神の言葉に頼って思いを尽くして巻いた行いがあってこそ、誠の信仰を持っていると言えるからです。私たちの信仰生活でもこのような法則を適用して行うとはどんなことでしょうか。皆さんの火のような祈り、物質を巻く行い、父を愛し牧者を愛して伝道したり忠実に仕えて奉仕することはどんな実を結ぶでしょうか。祈りは答えの実が、物質を巻く行いは30倍60倍100倍の祝福が、伝道や訪問などの忠実で巻いた時には健康と天の報いが与えられ、皆さんの心の願いを速やかに応えてくださいます。したがって物質的な祝福だけでなく、人生の問題、生と死の問題などが解決されたい時は、このように巻いて借り入れる法則を信仰によって活用する知恵ある生徒の皆さんになりますように。愛する生徒の皆さん、本文を通して得られる教訓第2は、祝福の言葉が確かなものとされるためには、その通りに聞き従う行いが伴わなければならないということです。神の言葉である旧約聖書と新約聖書には祝福の御言葉がたくさん記されています。しかしそれを読んだからといって、聞いたからといって、祝福がただ望むのではありません。読んで聞いたなら、その御言葉が確かなものになるために、その通り聞き従う行いが伴わなければなりません。イエス様はシモンの最も急を要する問題が何か知っておられたので、
それを解決してくださるために祝福のお言葉をくださいました。深みに漕ぎ出して網を下ろし魚を取りなさいと言われて、魚がたくさん取れる方法を教えてくださいました。この時シモンが人間の思いを働かせたなら、このようなイエス様のお言葉に聞き従うことはできなかったでしょう。シモンは魚を取ることなら専門家だからです。コアンの町で生まれ、そこで育ち、小さい頃から魚を取る方法を学びました。また湖のどこが深いのか浅いのかを知っています。いつどこに網を下ろしたなら多くの魚が取れるのか、とても詳しく知っていました。そのようによく知っている自分も何一つ取れなかったのに、漁師でもないイエス様が今深みに漕ぎ出して網を下ろしなさいと言われているのです。もしこの時シモンが自分の経験と知識を先立たせて肉の思いを働かせたなら、次のように言ったかもしれません。先生、よく知らないからそうおっしゃるのです。私は魚を取る専門家です。一晩網を下ろしましたが何も取れませんでした。魚の群れが別のところに移動して、周辺にこの周辺には魚がありませんと。しかしシモンはそう思ったりそう言いませんでした。本文5節にはするとシモンが答えていった。先生、私は夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょうとあります。そしてイエス様のお言葉の通り聞き従って深みに漕ぎ出して網を下ろしました。そうしたらイエス様の言われた通り魚がたくさん取れました。網を引き上げるために同僚に助けを求めなければならないほどでした。この時魚がどれほど多く取れたのか、本文7節には、そして魚を両方の船いっぱいに上げたところ、2艘とも沈みそうになったとあります。シモンが祝福されたのは自分の思いや自分の知識や経験を働かせないで、イエス様のお言葉にその通り聞き従って行ったからです。肉的に見るとイエス様は漁師ではありません。しかし行かれるところどころで奇跡を行い、教える御言葉に権威があることをシモンは知っていました。聞いて知っていたのです。そのような方の言葉なら自分の知識や経験と合わなくても信頼する価値があると思いました。人間の思いを働かせるなら聞き従えませんが、イエス様を信じて認める心がもっと大きかったので、その通り聞き従いました。その従順の結果とは自分が考えたことよりはるかに驚くべきものでした。ところでここで注目すべきところは、シモンはイエス様に聞き従った結果多くの魚を取ったことを見て喜ぶことにとどまらなかったということです。本文を見るとシモンはイエス様の足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間だからです、人間ですからと告白しました。驚くべき神の御業を直接体験したのに、イエス様は自分が顔を合わせることもできないほど偉大で聖なるお方であり、その方の前で自分は罪人であることを悟ったのです。シモンは高ぶっていなかったし、自分が罪人であることを偽ることなく率直に告白しました。このようなシモンをイエス様は喜ばれて、今度は彼に霊的な祝福をくださいました。10節にはイエス様はシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい、これから後あなたは人間を取るようになるとあるように、シモンを弟子として召してくださいました。シモンの心と子供のような心をイエス様は高く評価されました。その時のシモンはせっかちで目立ちたいと思う心があることをイエス様は知っておられました。しかし彼は移り変わる心でないことと、将来訓練を経て御霊の歩みに入り、全く聖なるものとされたら神の御心にかなう器であることをご覧になりました。シモンは召された時に直ちに聞き従って全てを捨ててイエス様に付き従って祝福されました。私たちもそのような祝福をたくさんいただくべきだと思います。このような従順の行いがどれだけ重要なのか悟った私の証を一つご紹介いたします。聞き従うと思っていましたが、自分の思いが入り 100% 聞き従えなかった時は答えられませんでした。しかし悟った後聞き従った結果、悔い改めて聞き従った後どのように答えられたのか、これに焦点を合わせてお聞きください。2002年4月のことです。その当時私は新学校2月に卒業して、4月伝道師として働くようになった頃のことです。
私が進学生の頃、牧師は私にこう言われました。主のしもべはひたすら神様だけに頼るべきなので、正式に伝道師になったら妻も世の仕事をしてはいけないと私に言われました。私は当然牧師が言われたことだから、牧師が言われた言葉は神様がくださった言葉だから心に留めて守るぞと思っていました。ところで妻が運営していたヘアサロンを売るために伝道師になる前、少し余裕を持って不動産屋に出しておきました。しかし考えたのとは違って、それを買うという人が現れませんでした。それで伝道師として働き始めた日が過ぎた後も、妻はヘアサロンを数日間運営しているところでした。結果的に聞き従えませんでした。本当に聞き従ったなら、売れなかったとしても看板を下ろしたでしょう。私が完全に聞き従ったなら、働きを始める前に看板を下ろしたでしょう。しかし平和を作るという言い訳をしてそうできなかったのです。私は牧者に出会って牧者に聞き従えなかったことを言いました。その話を聞いた牧者は次のように言われました。私は10億ウォンをくれると言われても、私は1分でも神のお言葉を守らない心はありませんと言われました。私はその話を聞きながら、神様の言葉に完全に聞き従えなかったことに対して悔い改めの涙を多く流しました。家に帰ってきて妻に伝えました。妻も神様を愛して牧者を信じたので、直ちに看板を下ろして営業を辞めました。その後家族は神様に和解の生贄を捧げた後、牧者のところに行って悔い改めました。牧者はその時温かく説明してくだされながら、小さいことであれ大きなことであれ、父のお言葉に聞き従うことが誠の信仰です、その後は神様が導いていかれると言われました。そして私と妻と私の娘が申し訳ないと思っていましたが、同会長先生は温かく抱いてくださりながら私たちにお小遣いをくださいました。牧者の温かい愛を感じて感謝しながら帰ってきましたが、備えてくださった知り合いがヘアサロンを買うという話を聞いて、その問題はすぐ解決されました。はい、シモンは夜通し働きましたが、はい、神様に栄光を返しします。シモンは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。しかしイエス様のお言葉に聞き従って深みに漕ぎ出して従い、網を下ろした時に網が破れるほど多くの魚を取りました。シモンのように私と妻も数ヶ月間努力しましたが、解決できなかった問題が、遅くとも牧者の言葉に、そして神様のお言葉に聞き従ったらすぐ解決されたのです。私はそのことを体験しながら、どんな問題であれ牧者の言葉にお言葉に聞き従うならすぐ解決されて、聞き従わなければ解決されないという大きな悟りをいただきました。私が体験したように、聞き従うなら祝福されて問題が解決される道を明らかに示してくださっても、その通り聞き従わない場合がよくあると同会長先生は言われました。これは聞き従うことが難しいことではないのに、すぐ自分の思いを働かせて言い訳をして聞き従わない場合が多いということです。聞き従うと思いながら一瞬一瞬自分の利益に従って変えることは、完全に祝福されることに妨げになります。 100% 聞き従うことはとても重要です。シモンのようにいくら自分の専門分野に詳しく賢くても、人としては行えない大きな神の力を行うイエス様の言葉の前で、ただアーメンという人が知恵ある人なのです。愛する生徒の皆さん、この頃働き人は幸せで祝福があふれる訪問大会が行われています。総括代表区長である伊豆神牧師が導いて、去年12月訪問精鋭要員を募集して、彼女たちが熱心に訪問しながら忠実に仕えています。ある人は体が弱くて自信がありませんでしたが、訪問をしながら体力の限界を克服して体が強くなったと告白しました。またある働き人は暮らしのゆえ仕事をしなければなりませんでした。しかし今回の機会をつかまなければいけないと思われて志願しました。初めの愛を回復して、多くの幸せと喜びを神様がくださったと証しをしました。また福区域
上のある働き人は、娘さんが出産の時期なのに訪問制へ要員となりました。娘さんの出産が難産なので胎児が窒息死の恐れがありました。それで自然出産ができない状況だったそうです。それで30分経ったら手術をしますと話をしたそうです。30分が近い28分の時にその胎児が出てきて安産することができました。みんな同じように告白しています。訪問大会に従った時に魂を探すようにされたと尋ねていかないと楽なようでも、そう聞き従わないと満たされなかったというのを聞きました。で、訪問大会の時間を用意してくださって感謝しますと告白する姿を見ました。このように聞き従う器をご覧になって、短い間多くの実を結ぶようにされて、教会を固く守る御霊の戦士になるようにされました。この流れに乗って深みに漕ぎ出して網を下ろしなさいと聞き従ったシモンのように、さらに熱く走っていくなら霊肉ともに豊かな祝福をいただくと信じます。愛する生徒の皆さん、本文を通して得られる第三の教訓は、霊的にも深みに漕ぎ出して網を下ろすときに祝福が望むということです。イエス様が言われた深み、すなわち深い水には、霊的に重要な意味が込められています。水は霊的には神の言葉です。神の言葉はすなわち神の心です。神の心が聖書66巻の御言葉であり、私たちが読める文字として表現されたのです。ですから深みに漕ぎ出して網を下ろすということは、私たちが神の深い心の内に入ることを意味します。私たちが神の深い心を知るためには、全く聖なるものの次元である信仰の5段階になってこそ分かります。その次の信仰の4段階の人が神様のお心が分かります。以前牧者は、全く聖なるものの次元に入ると父なる神様の心に 60% 似せられていて、御霊の歩みに入ると 30% 似せられていると言われました。しかし信仰の3段階、2段階、1段階は肉の信仰なので、神様の深い心をまだわからないと言われました。私はこのメッセージを聞きながら、私が御霊の歩みに入った時に、私は神様に 30% 似せられているんだと、テストの30点取ったならよくやったと褒める人はいないでしょう。もう30点だから私この状態で止まっていてはいけないと、さらに頑張って60点、70点、80点、90点、95点、99点、そのようになろうと決心しました。今もその心は同じです。ですから信仰の3段階、2段階、1段階は肉の信仰なので、神様の深い心をまだ分かりません。だからといって私は神様の心よく知らないと思って諦めてはいけません。牧者が満たしてくださった 99% の根気に頼って、何としてでも変えられて御霊の歩みに入り、全く聖なるものとされるぞと思いながら努力しなければなりません。また全く聖なるものとされても完全ではないので、5段階の99% になるまで持続的に努力しなければならないと言われました。今日本文でシモンが深みに漕ぎ出して網を下ろした時に、多くの魚を取って引き上げたように、私たちが神様の深い心の内に入ると、その中で数えきれない宝を見つけることができます。愛する生徒の皆さん、父なる神様の深い心の中に入り、限りない霊の世界を見せてくださった方が牧者です。牧者は神様の深い心の内に入り、無限の宝を見つけて、牧者だけそれを持っていたのではなく、私たちに全て与えてくださいました。人の知恵では解けない、ただ聖書の著者である神様だけが解き明かしてくださることができる難解聖句を神様から解き明かしていただきました。また実像である霊の世界である天国と地獄、そして私たちの根本を見つけて変えさせることができる霊、魂、肉のメッセージと、次元教育を通して無次元、1次元、2次元、
元、三次元、四次元を解き明かしてくださり、霊の世界を明らかに知るように導いてくださいました。時には霊の空間を開いて雲が現れたり消えたりする御業、霊の空間があることを感じさせる星の移動、台風が消滅されたり弱まったり、その進路が変わる不思議も牧者の祈りで多く現れました。いちいち並べることのできない数多くの神の力ある御業が現れました。これは神様の深い心の内に入り、神様と一つになった牧者が、神様と心が一つになった牧者が祈る時にくださった答えの実なのです。私たちは多くの星の移動を見ました。それを通して聖書に記されている東方の博士たちが星についていて、イエス様がお生まれになった場所を探したことを確信することができます。こういう星の移動を見なければ聖書をどうやって完全に信じて理解することができるでしょうか。また雲が現れたりなくなるのを見ました。これを通して霊の空間を感じて、山でイエス様が祈っておられるとミカの様子が変わり、預言者エリアとモーセとお話をされた場面が理解できます。ルカ9章にある内容が理解できるでしょう。そして主が天に上げられる時も雲に包まれて見えなくなられたと記されています。その時見つかたちはイエスは天に昇って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになりますと言いました。これを通して霊の空間などが理解できました。私も個人的に運動をしたり、あるいは個人的に散歩をするときに星の移動を見たことがあります。霊の空間移動があることを、霊の世界があることを感じることができました。私たちが教会に通っている目的はイエス・キリストを受け入れて信仰生活を良くして救われるためです。神様と主は目で見ることもできないし、直接お会いすることができません。ただ御言葉と祈りを持って聖なる生き方をして、神の御心のうちに生きているときこそお会いできます。牧者は私たちが神様を見つけられるように、今まで数多くの断食と祈りを持って祈りをして、愛を持って犠牲を払って生きてこられました。ある人は祈りを受ける人が信仰を見せたら神様が癒してくださると言います。はい、その通りです。しかし癒される信仰を持てるように導いてくださった方が牧者です。罪の隔ての壁があるときは答えられません。罪の隔ての壁を打ち壊して祈りを受けるときこそ、祈ってこそ答えられるでしょう。ヨハネ9章には生まれつきから目の見えなかった人をイエス様が癒された場面があります。この御業を見てパリサイ人たちはイエス様が安息日を守らないで癒したから罪人だと言いました。イエス様をその縁で迫害したのです。その時以前目が見えなかった人が癒されたとこう言いました。ヨハネ9の31から33に、神は罪人の言うことはお聞きになりません。しかし誰でも神を敬い、その御心を行うなら神はその人の言うことを聞いてくださると私は知っています。盲人に生まれついた者の目を開けた者があるなどとは昔から聞いたこともありません。もしあの方が神から出ておられるのでなかったなら何もできないはずですと言いました。それでは聖書の事例のように牧者を通して現れる神の御業が人ができることでしょうか。そうではありません。自分がいくら信仰を持つからといって癒されるでしょうか。自分の信仰では癒されにくいです。実は私も本教会に29年前登録しました。登録する日、道会長先生が講談で祈ってくださる癒しの祈りを受けて、慢性胃炎、喘息、不眠症、アルコール依存症などを癒されました。私は本教会に来る前、他の教会で信仰生活をしていましたが癒されませんでした。昔からあったその病気を治すためにできることは何でもやってみましたが治りませんでした。祈りも受けてみました。薬を飲んでみました。いろんな方法を使ってみました。しかしあまりにも痛かったので、いろんな方法を使ってみました。漢方薬も飲んでみました。しかし癒されませんでした。しかし本教会に来て登録した初日、道会長先生が講談からの癒しの祈りをしてくださった祈りをいただいた後、このすべての病気が癒されたのです。ですから私は神様を認めるしかありませんでした。
それで登録したその翌日月曜日からあまりにも教会に来たくてダニエル祈祷会を始めました。そのダニエル祈祷会に29年間私は祈祷会に参加しています。特別な日でない限り休みません。祈りを休みません。主のしもべになる前も10日以上ダニエル祈祷会を休んだことがありません。美容室を運営していたので10時や10時30分店が終わってもバスに乗って、ある時はタクシーに乗ってきました。10分祈る時もありました。ダニエル祈祷会に来るのが幸せでした。祈祷委員長先生に見たら一日の疲れがなくなるようで心がすっきりしました。世で多くの罪を犯しましたが、その犯した罪を二度と犯したくないと思いました。信仰の同僚に会ったら幸せである日々を送りました。そのように神様を見つけて180度を返させてくださった方が誰でしょうか。愛する牧者です。もし私がこの教会に来なかったなら、私の妻である監視はとても苦しかったでしょう。しかし牧師のおかげで穏やかな家庭になりました。主のしもべとして今頑張っています。また私には28歳の一人娘がいます。7歳の時この子が私たちが運営していた美容室の近くで遊んでいましたが、タクシーが通りかかっているのを見られなかったのです。それでその子がタクシーにタクシーがその子の足の上を通りました。それで骨が折れる、骨折される状況になってしまいました。その状況で私は愛する牧者がどんな試練にあっても、子どもたちにどんな問題が起こっても神様だけに頼ったという言葉を信じました。そうだったので、今交通事故にあって複合的に骨折している深刻な状況でしたが、牧者に祈りを受けたらこの子は癒されると信じました。それでその日の夜、道会長先生のところに行ってタクシーに による交通事故に遭いましたと言いました。それで祈りを受けた後、病院に一度も行きませんでした。消毒用アルコールも全く塗りませんでした。もし世に頼って癒されたと思われるかもしれないから、病原菌が入らなかったのは消毒用アルコールを塗ったからという話を聞きたくなかったので、私は妻に頼みました。水で洗ってあげなさいと。それで神様は完全に癒してくださいました。1週間後、骨折されて歩けなかったその子が1週間が過ぎた後歩けるようになりました。ハレルヤ。そしてその3日後、道会長先生のお誕生日でしたが、道会長先生のお誕生日の日、その子が走れるようになりました。旧聖殿、以前の旧聖殿で牧者のお誕生日の日にそのように走り回るのを見て、牧者の愛に感謝しました。愛する牧者を通して私たちは健康になる、健康である祝福をいただきました。私の娘は以前も何か具合が悪いと私たちは悔い改めますね。電話音声の祈りを受けたら癒されますね。また新型インフルエンザとかある、そういう伝染病が流行っても、私たちは電話の音声の祈りを受けて健康に過ごしているのが分かります。ですからどんなに感謝でしょうか。その子はもう22年間後遺症がありませんでした。完璧に神様が癒してくださいました。これは答えられて祝福されるように、牧者は多くの日々、私たちのため
私たちのために攻撃を満たしてくださいました。その犠牲のゆえ私たちは問題が解決されて魂に幸いいる祝福をいただきました。ですから私たちはさらに深い神の心の中に入ることに励まなければならないでしょう。愛する生徒の皆さん、先ほど明かししたように私はそういう体験をしたので牧者を信頼して愛するしかありませんでした。誰も私を治すことができなかった問題を、本教会はがんが癒された人や白血病が癒された人や さまざまな病気が癒された人々がいるので、私が癒された慢性炎や喘息や不眠症、アルコール依存症はあまり大したものでないと思われるかもしれません。しかし私にはとても深刻に思われた病気でした。よく眠れませんでした。ですから自殺をしようと思っている心もありました。若い人でしたが、どんなに苦しかったのか、そんなことまで思ったでしょうか。しかし牧者に出会って幸せな信仰生活をするようになりました。私は牧者をそばでお会いする機会が与えられました。以前私がヘアサロンを運営したと言いましたね。今から20年前、その有名な1998年の時から道会長先生の髪の髪を私が切る、そういうふうに使える機会をくださいました。今現教区長、はい先生、ありがとうございますと言われました。ありがとうございますと。私は以前ヘアサロン行くのがとても困っていました。なぜかというと、理髪したらよいのに女性たちがいろんなサービスをしてくれるのがあるあります。私も行ったことがあるから知っています。そういう他のサービスをしてあげようとすると、しかし東海女先生は他の女性が自分の体に触れるのはとても嫌がっています。なので牧者は女性がいない美容室を探したので、そういうところを探していました。それで町の小さな理髪店を探して、本当に良くない、そういうすごく施設も良くない、そういうところに行って理髪をされました。それで道会長先生はその女性とか他の人が自分の体に触れるのが嫌で、そういうことで本当に緊張する、そういう必要もないから、教区長が私のためにこのように使えてくださってありがとうございますと表現されました。はい、このような牧者の姿を見て、そうです、私は29年前この教会に登録して以来牧者にお会いしました。そして牧者をそばで道会長先生の部屋や台所や牧者の生活する空間に行ってみました。牧者は講談で言われた通り、その通り生きておられました。その言われるお言葉以下でも以上でもなく、その通りに正しく生きておられる牧者です。アーメン、アーメン、はい、そういう牧者なので、神様は私の心をいつか働いてくださって、牧者の髪の毛を私がどのように使えたらいいのか研究しました。それで1998年から牧者に使いました。牧者の生き方を見てあまりにも多くの感動を受けました。牧者の姿一つ一つが生徒のために生きる生き方であること、いつも涙で生きておられること、そして何としても生徒に良いこと、良いものを与えたいと思われる心、そしていつもそうですが、愛する道会長先生は離脱をしてから私に、愛する牧者はお小遣いを必ずくださいました。一度も私をただ送ったことがありませんでした。それで道会長先生のそばに白い封筒を用意しておられました。実はすごく多くの封筒があります。牧者が私にくださった封筒なので、実は1枚も捨てないで集めました。
私の家に今までくださったものを集めております。なぜでしょうか。牧者の愛をもちろん忘れるはずはありませんが、その牧者は私の心の中にその愛を刻めるためでした。牧者が私が髪の毛を切るときに部屋の明かりなどいろんな部屋の내부에서사업하시는장로님도오실때도있고こう設備を施設を管理する人が来る時もいました。すると同会先生は私だけでなくて牧師館あるいは祈りの家に来て仕事をするために来た人々を人に生活はどうですかと暮らしはどうですかと聞かれました。暮らし向きはどうですかとすると、その先生たちは、その人たちは、私たちはよく生きていますと、祝福されていますと告白しました。そうであるにもかかわらず、牧者は必ずその人たちにいつもそばに置かれた封筒を持ってきて渡されました。そして全然その人たちは申し訳ないと思って、もらいたくないと、そういうふうにしましたが、私も最初髪の毛を切った後お小遣いをくださろうとした時を何度も断りました。なのに先生は、私があげたいからあげるのにどうして断るんですかと、なぜもらわないんですかと私にそう言われました。でその他の人たちも少し5分とか何分ぐらいこう部屋のなんか設備とかいろんなものをこう買い見るために来た時にも、お小遣いをくださる時に、牧師は、私がいつあなたにお小遣いを与えることができる機会があるでしょうかと言いながら、お小遣いを渡してくださいました。牧師はいつも同じように対してくださいました。御霊の人の祝宴に来た人たちにも同じようにそのようにお小遣いをくださいました。また中高生たちが結成前の祈りの家を訪問した時にも、同じように同じ愛を牧者はそのように愛で使えてくださいました。牧者はこのように同じ愛を全ての生徒に与えておられる方です。私は牧師館で、そして祈りの家で、そういう牧者の愛を見ました。海外出張に行かれた時に、私は先生の髪の毛の整理のために一緒に同行したことがありました。すると同会先生は、ここまで来て部屋にいないで外に出かけて美味しいものを食べて、そして娘さんに何かプレゼント買って行ってくださいと言われながら、またお小遣いをくださいました。最初は私は出張に行った時に、東海先生と同じホテルにいたからそう思いました。プール牧者が働かれるその日程の時に一緒に動いたら移動したらいいし、それ以外の時間は自由時間ですね。それである日はプールに行って泳いでいましたが、同会長先生がもしかして来るのではないかと期待しましたが、同会先生は一度もそういうふうにされることはありませんでした。集会のその時、同会長先生はいろんな政治や経済関係の方々や要人の人々が来る時、その人たちに会う時間以外には部屋の中で祈りながら政界に備える姿を見ました。私は、牧者が私にこのようにお小遣いをくださりながら、どれほどお金を節約しておられるのか見たことがあります。冬にも夏の靴下を履いていました。なのに先生は、私は十分ですと言われました。以前ガリラヤの祈りの家、同会先生が好きだろうと思って果物を買っていたことがあります。同会先生が美味しく召し上がったという話を聞いた後、また買って行こうかなと思いました。牧者が私にこう言われました。今軍教区長先生、今軍教区長も私の言葉に聞き従わないんですかと言われました。私は何も必要ありません。美味しいもの、いいもの
ではなくて、ただ生徒のために牧師は生きておられます。東海女先生が食事をするとき、一人で鍋料理を作って食事をされますね。はい、ある日髪の毛を切って整理して、ある人が道海先生に中華料理、チャジャンメンとジャンポンという料理がありますが、そのうちどっちがいいですかと、聞いたら、先生はチャジャンメンと言われました。それでその人が、道海先生、チャジャンメンがいいですか、ジャンポンがいいですかと、私チャンポンが美味しいけどチャジャンメン食べると言われました。その後、道海先生が言われたその言葉が私の心に深く刻まれました。そのちゃんぽんは高いじゃんと言われました。ちゃんぽんは高いから安いじゃじゃん麺を召し上がるということでした。ご自分が美味しいものを食べて、食べたいものを全部食べて、どうやって施しができるの、施しができるでしょうかと、このように節約してこそ宣教ができますと、道海先生はそのように美味しいものを召し上がらないで私たちに仕えてくださって世界宣教を実現してこられました。このような愛を私たちは知っています。どんな状況であれ、こういう牧者の善と愛を皆さんが心奥深く刻み、その善と愛に見習うために努力していかれますように。愛する生徒の皆さん、このように私たちが神様の深い心を慕って、その内に入ると、牧者のように私たちも施しをすることができるでしょう。私も時々妻が祈祷委員長先生と3人のその牧師先生の髪の毛の世話をする時があります。それで家内がある日はとても手が凍っているのを見ました。それで奉仕してきた後、どうして手がそういうふうに凍っているのと言ったら、牧先生の部屋がすごく寒いと、あまりボイラーをそういう部屋を温めないと、あんまり、イスジン牧師先生ですが、추위를안타서안드시는게아닙니다。寒さを感じないからそうされるのではなくて、節約するためにそのように寒い環境で生活していると、それで教職者会長は多くの人々に施しをしています。イミヨン牧師先生も多くの人々に施しをしています。祈祷委員長先生もそうです。そういう生き方を近くで見ているものとしては、頭を下げるしかありません。感動するしかありません。私たちも神様の御前に信仰によって深い心の内に入り、祈祷委員長先生やそして3人の牧師先生の姿も見習っていかなければならないと思います。ヨハネ 4-24 に、神は霊でありとあるように、神の深い心の内に入るためには、それだけ御霊の歩みに入るための労苦が伴います。つまり肉を脱いで罪と血を流すまで戦って捨てる労苦をしなければなりません。自分が砕かれる痛みがあっても、自分の思いと試練と枠を徹底的に打ち砕からなければなりません。時には自分は何者でもないという思いがして力が抜けても、自分を完全に無にして自分の義も捨てなければなりません。そして主を呼んで火のように祈り、汗を流す労苦をするほど深みにこぎ出して網を下ろすことになるということです。私たちが霊肉ともに祝福されるためには、各人が満たすべき 1% の公義を満たさなければなりません。第一テモテ 4-5 に、神の言葉と祈りとによって清められるからですとあります。道海棟先生がメッセージの中で祈りについてこう言われました。そのままお読みします。皆さん、特別徹夜祈祷会が今日で終わります。皆さんはこの期間中どのように祈ったのかよく知っているでしょう。本当に心を尽くして祈ったでしょうか。祈りの内容一つ一つを覚えながら、その祈り通りになることを信じて、また期待しながら、その望みのうちに心を尽くして汗を流して祈ったでしょうか。でなければ普段やった祈りのように同じ内容でただ祈ったのではないでしょうか。
長い歳月ダニエル祈祷会に参加して1年2年3年10年15年祈ってきたから、祈祷委員長先生が祈祷課題を言われると同じ内容を自動的に祈っていなかったでしょうか。そうでなければ一つ一つの祈祷課題を思いながらその通りになることを切に望みながら信仰と愛を持って祈ったのか自分自身が知っているでしょう。もしそう祈ったなら10分前に自分がどう祈ったのかその内容を全部知っているでしょう。ある人は祈ってから5分経つと自分がさっき何を祈ったのか覚えていません。ただいつものように習慣的に祈っただけなのです。はい、このように言われました。皆さんが思いを尽くして祈ったなら叶えられないものはないでしょう。それがまさに深みにこぎ出すことです。深みにこぎ出して網を下ろすことと同じなのです。祈りをするなら深い祈り、父の心を動かせる祈り、父の御座を動かせる祈り、そのような祈りであってこそ速やかに確かに答えられます。このように深みにこぎ出して網を下ろすことは結局魂に幸いを得ていることです。魂に幸いを得ているほど全ての点でも幸いを得、健康である祝福を受けるようになるので肉的な問題は自然に解決されます。この後も内容が続きますが時間の関係で省略させていただきます。牧者が言われたように私たちが神様の心に深く入るためには主を呼んで祈る祈りがとても重要です。信仰生活の聖杯は祈りをどうするかにかかっていると言っても過言ではないでしょう。これは全く聖なるものとされても祈らなければ肉の思いのうちに働くようになり、まかり間違えば高ぶって倒ることもあります。イエス様が捕らえられた夜、3人の弟子たちに起きて、ルカ 22-46 にあるように起きて誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われました。ですからいつも目を覚まして主を呼んで祈る生徒の皆さんになりますように。愛する生徒の皆さん、祈祷委員長先生に現れる神の力で私たちを変えさせた2回連続特別ダニエル祈祷会が数週前に終わりました。本文ではシモンは自分の思いの限界を超えて網が破れそうに多くの魚を取ったとあります。私たちも特別ダニエル祈祷会を通して人としては不可能なことについて祈りの答えをたくさんいただきました。生徒の皆さんもシモンが答えられたように持続的に答えられて祝福されたいと思っているでしょう。そうであるなら特別祈祷会が終わったとしても毎日主を呼んで思いを尽くして祈りますように。主を呼んで祈る皆さんの日常生活にいつも答えと祝福があふれるでしょう。そして私たちが忘れてはいけない必ず覚えるべきことがあります。愛する牧者は2015年地域長、組長、区域長の教育の時にこう言われました。今ここに残っている皆さんが新しいエルサレムに入る方々ですと。牧者が7年間講義を満たしながらそのように信仰によって告白してくださいました。ですから生徒の皆さんは一人も落語せずに万民のうちに牧者の空間の中に最後まで一緒にいますように。時には暴風が起きて船が揺れる時も挫折したり諦めたりしないでさらに団結しなければならないでしょう。その結果いつの間にか深い水に至るでしょう。また網を下ろした時には期待して想像したことよりさらに驚くべき答えと祝福をくださるでしょう。本文でもシモンが下ろした網にあまりにも多くの魚が取れて別の船にいた仲間に合図して助けを求めたとあります。本教会も終わりの時に神様がくださる答えと祝福があまりにも大きいのでそのすべてを刈り取るためには一緒に網を引き上げる力ある働き人がたくさん必要です。ですから私たちは御霊の歩みに入り全く聖なるものとされて霊的に力のある働き人になるべきです。結論を申し上げます。愛する生徒の皆さん、ガリラヤの湖岸で魚を取っていた平凡な漁師たシモンはある日イエス様に出会いました。そしてその後霊肉ともに完全に幸いな人生を生きるようになりました。平凡な漁師として人生を終えたはずの彼が救い主として来られたイエス様の一番弟子になったのです。またイエス様はシモンの信仰と器をご覧になって彼に岩という意味であるペテロという新しい名前をくださいました。マタイ 16-18 から19にでは私もあなたに言います、あなたはペテロです、私はこの岩
岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなたが地上で解くならそれは天においても解かれていますとあります。ペテロは主がよみがえって天に昇られた後も主の復活を伝える人として多くの人を救いの道に導きました。最後の瞬間には殉教で尊くその人生を終えました。その従順の結果は天国で男性の序列でとても高い24人の長老として使徒パウルに続いて2番目になる祝福をいただきました。イエス様が働いていた当時多くの人がイエス様に出会いました。そのように多くの人の中でペテロがこのように祝福の道に導かれた理由がこの時間申し上げた3つの秘訣にあります。第一に信仰によって巻いて刈り取る祝福をいただいたこと。第二に祝福のお言葉をいただいてもそれが確かなものとして現れるためにその通り聞き従う行いが伴わなければならないということ。第三は深みにこぎ出して網を下ろしなさいという御言葉の霊的な意味を説明しました。これは私たちが神様の深い心の内に入ることであり、そうなるためには時には暴風と戦いながらこぎ出すロークが伴うと言いました。これは御霊の歩みに深く入り全く聖なるものとされるためには絶えず努力しなければならないということです。漁師だったシモンがイエス様に出会って成功した努力した結果大成功した人生になりました。私たちもたっとい牧者に出会って大成功した人生を生きています。ハレルヤ。このような祝福をいただいた生徒の皆さんはたっとい教会と牧者を固く守る御霊の戦士になりますように。それで祝福の訓練はかえってジェット気流のように促進剤となり、さらに速やかに霊的な成長をして新しいエルサレムの主人公になりますよう主の御名によって祝福して祈ります。メッセージを考えながら声を出して祈ります。愛なる神様、今日この時間深みにこぎ出して網を下ろしなさいというメッセージを伝えました。シモンがイエス様に出会って信仰によって巻いて祝福されたこと、そして自分の思いを働かせないで御言葉に聞き従って確かなものと祝福が現れるようになるということを聞きました。メッセージを伝えました。感謝します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。映像で用意された動画中先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや患いのあるところに手を当てて心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ。全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の上に安心してください。自身の放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と施政殿、全世界の神の子供たちの上にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と患難も退けてください。頭からつま先まで五臓六腑骨の節々、全身の神経組織細胞など具合の悪いところは皆精霊の火で焼き尽くして初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる。敵である悪魔スタン、すべての病気、病原菌、患いを下がれ、光を望め。不治の病、難病も精霊の火で焼き尽くして、完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ。どんな流行性の病気、病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなどあらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病とすべての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、中風、関節炎、ヘルニアも完全になり、憂鬱、頭痛、神経痛など痛みは皆消え去れ。転換、自閉症、うつ病、躁うつ病、ノイローゼなど精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて立ち上がり、歩き、走れ。目もよく見えて耳もよく聞こえるようにしてください。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものは言え。自己の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。
やけども完全に癒してください。熱気も下がれ、熱も下がれ。父よ、傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物と劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福受けよ。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔スタン、空中の権威を持ち支配者である悪い霊ともよ、下がれ。その誓いたちも下がれ。この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り、欺けるの霊、争いを起こして惑わす闇を皆下がれ。すべての悪の絆を解いて闇を下がれ。光を望め。父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように、一週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で、天の軍勢、御使いと主の燃える炎のような御名で、すべての神の子供たちと家庭、職場を守ってください。子どもたちには知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子どもたちが食べるにも飲むにも何をするにも、神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えられた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝します。栄光をお受けください。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。만민賛美60番を賛美しながら用意した献金を捧げます。만민賛美60番、我が主だけを賛美します。네, 성도의 열조를 채로 받은 간증이 있어서 여러분들에게 좀 전해드리겠습니다.
같이 교육자실에서 사역하고 있는 우리 최정자 전도사님. 최정자 덴도우센세 미나상 고존지데스네. 예전에 솔리스트로 하나님께 영광을 돌리셨었는데요. 이젠 카미사마니 에고가이 시시마시다가 저도 몰랐었는데 아다시모 시라나카타노데스가 제가 읽어드리겠습니다. 세타이니 몬다이가 아리마시다. 기도원 은사집회시 치료받은 사례입니다. 2007년 주회종으로서 예능위원회 솔리스트로 활동하던 예능위원회 솔리스트로서 활동하였다가 세타이를 히도쿠 쓰갔다노데 세타이니 몬다이가 오고리마시다. 수년간 소유 상태에 賛美をしましたが, さらに悪くなりました. それ以上賛美できないと思って, ソリストの使命をやめるようになりました. 声帯結節の時になる前は, 幅広く 결절이되면서부터 한 옥타브 아래인 라 음조차도 出すことができましたが 結節になったとは そういうふうに言えないようになりました 辛い日々を送っていました 誰かが賛美を私に頼むのかと 恐れていました そういう中教職者会長イスジン牧師が 子供教会学校の教師たちは祈りの午前の礼拝に参加するようになりました。祈り長先生が私に최종자先生賛美したいですねと聞かれて私はアーメンと言えませんでした。自信がなかったからです。そのように貯められていましたが、その次の癒し集会の時に特別賛美をしてくださいと頼まれました。私は自信がありませんでしたが1ヶ月間準備をしました。数年ぶりに 神様に切羽詰まった心で祈りました。神様が私を喜ばれたら、必ず癒やし集会の期間祈り長先生が私のところに来て祈ってくださいました。突然整体用ひどく使ったので調子が悪くなり、特別賛美を前日は最悪の状況でした。自分の力ではできないことを感じて神様に切羽詰まった心で祈りました。神様が私を喜ばれたら必ず癒やし集会の期間祈り長先生が私のところに来て祈ってくださいました。私は空に向かって感謝します。愛していますと言いながら神様が私をご覧になったという確信を持つようになりました。癒し集会が始まり特別賛美をしましたが声が滑らかに出ました。高音も力強く出るのでした。 私はさっき事務室でその声を聞いてみました。生徒の皆さんにご紹介するのは携帯で撮影したのでちょっと音声が良くないので紹介はできませんが、特別賛美が終わった後祈祷委員長 先生に言われて証しました。東海女先生に祈りを受けたハンカチを持って祈ってくださった祈祷院長先生、ありがとうございます。神様に栄光を返しします。捧げた献金のために祈ります。父なる神様、10分の1献金捧げます。いろいろな感謝献金、誕生日、施し、
三族献金を捧げます。自身献金、休日献金を捧げます。喜んで大きになり、親しく安守して、押し付け、ゆすり入れ、あおれるまでに祝福してください。心の願いを叶えてくださり、求めと祈りを聞かれ、答えてください。勝って職場を守って祝福してくださり、十分の一献金が増し加えられ、感謝の条件があおれる祝福を与えてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。新しく来られた方を歓迎いたします。お名前が呼ばれたらお立ちください。이민아집사님께서인도해주신박준하성도님박준하상이민성도님께서인도해주신황보원성도님황보원상학생인도해주신오정하학생오정하상학생인도해주신김경님학생김경님상神の子供たちが主の体なる教会に登録しました。天国でも万民中央教会の羊の群れとして勝因を押してくださり、魂に幸いを得ているように、すべての天に幸いを得、霊肉ともに健康であるように祝福してください。信仰の岩の上に立ててください。この世を勝ち抜ける力と恵みを超えて聖霊に満たされますように、主を愛して愛され、主の御国まで導いてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。主の皆によって歓迎します。主の祈りによって主日夕方礼拝を終わります。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさすたまえ、御国を来たれすたまえ、御心の天になるごとく地にもなさすたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。이어서 만민의 간증이 방송됩니다. 7년간의 처절한 병고의 굴레에서 벗어나 권능의 주의 종이 되기까지 이재룡 목사의 생생한 삶이 담겨있는 간증수기 죽음 앞에서 영생을 맛보며 죽어라 죽어, 죽는 것이 여도다. 7년 동안 그 병수발하고 뒷바라지 하시면서 숱한